皆さんこんにちは、マイプラチャンネルです。今回もご視聴ありがとうございます。 Apple Watch のシリーズ6ナイキモデルが届いて4日経つんですけれども、非常にね快適に、ね、使っています。すごく気に入っています。で、今日はそのナイキモデルについてねお話したいと思います。で、僕が Apple Watch を最初に買ったのがこれなんですけれども、シリーズ3のナイキプラス、ナイキモデルですね。これを購入しました。で、今回3年間これを使った後、シリーズ6のナイキモデルに買い替えたわけですけれども、最初に言っておきますが、僕特にねナイキのファンというわけではないんですよ。残念ながらですね、ナイキのシューズってかっこいいなと思うんですが、僕は典型的な日本人の幅広な足でナイキの靴一切入らないんですね。で、そんな僕がなぜナイキモデル、アップルウォッチはナイキモデルを購入したかというと、この話はですねシリーズ2まで遡るんですが、アップルウォッチシリーズ2の発売のもう最後の辺だったと思いますね。夏ぐらいだったと思うんですけれども、もうすぐシリーズ3が出ますよっていう時期に、シリーズ2のナイキモデルのセールがあったんですね。で、その時に限定モデルとして白いスポーツバンドのナイキモデルが出まして、それにね一目惚れしたんですよ。文字盤とねバンドの組み合わせで醸し出す何とも言えないねかっこよさがあって、で、自分がもしねアプローチを買うんだったらナイキモデルを買おうと決めたんですね。で、シリーズ3が発売されて、多分ね1ヶ月遅れだったと思うんですが、ナイキモデルが発売されてこれを購入しました。で、それ以来3年間ずっとナイキモデルを使ってきてるんですが、今回もナイキモデルを購入しました。はい。で、この動画では、Apple Watch のナイキモデルのですね、魅力を語りたいと思うんですけれども、通常モデルと一体何が違うのか。もう結論を先に申し上げると、機能面とか価格は全く同じです。で、違うのはデザインです。そのデザインが魅力的なので、ナイキモデルを購入しているんですね。で、今回はですね、Apple Watch 購入を検討していて、ちょっとナイキモデルも気になっているという方のために参考になればと思ってこの動画を作っています。ナイキモデルのね購入を検討されている方は最後までご覧いただけたらと思います。それではですね、まずナイキモデルと通常モデル、これはシリーズ6も SE も含めて違いをですね比較していきたいと思います。はい、まずね、機能、サイズ面ですね。これはさっきも言ったように全く同じです。今回ね、新しく加わった血中酸素濃度の測定とかですね、シリーズ6の場合、ナイキモデルもできますし、それからサイズですね、40mm と 44mm、ナイキモデルも全く同じサイズで作られています。で、価格も同じです。同じね、ケースの材質のアルミニウムの 40mm で比較した場合、シリーズ6だと、どちらも 42,800円からということになります。で、また SE もですね、 SE の場合は通常版もアルミニウムしかないんですが、 29,800円からということになっています。では、どこが違うのかということなんですが、まずね、ナイキモデルを購入するとナイキのアプリが最初からインストールされています。 NRC ナイキランクラブというんですけれども、もうねセットアップの時点でこれにね入ってくださいっていうねメッセージが出てきます。はい。そしてコンプリケーションでこのアプリここに搭載されていて、で、これをスタート押せばワークアウトを開始していますということでランニングの計測が始まります。はい。ところがですね、このアプリ実はシリーズ6 SE 通常版でもダウンロードして使うことができます。で、もちろんですね、コンプリケーションとして搭載することも可能だそうです。ですので、まあこれ大きな違いにはならないですよね。最初からインストールされているかどうかの違いだけです。次にね、素材とカラーバリエーションの話になるんですが、ナイキモデルは素材はアルミニウムのみ。これは多分ね、一番軽いカラーだと思いますね。で、色がシルバーとスペースグレー、黒ですね。この2色しかありません。で、シリーズ6の場合は、非常にね、魅力的なカラーバリエーションが、
今年は特に青とかですね、出ていますし、カラーバリエーションで言うと選択肢が広いのはシリーズ6、それとあと素材ですね。シリーズ6通常版にはアルミニウムだけではなくてステンレスとチタニウムがあります。ですのでどうしてもそのチタンがいいとか、あるいはステンレスがいいという方にはちょっとね、ナイキモデルは選びにくいタイプになるのかもしれませんけれども、 SE の場合は通常版も素材はアルミニウムのみなので、SE をね、検討されている方には購入しやすいかなと思います。ただし、通常版の SE は、カラーバリエーションがシルバー、スペースグレーに加えてゴールドがあります。ナイキモデルを選ぶと、このゴールドは選択肢に入ってこないということになります。はい、ナイキモデルね、通常版に比べて、カラーバリエーション、それから素材のバリエーションが少ないですよっていうことを、ちょっと頭に入れておいてください。次にね、バンドですね。でバンドは Apple Watch のデザインを決める大きな要因なんですけれども、ナイキモデルにはですね、ナイキ特別のスポーツバンドとスポーツループが用意されています。まずナイキのスポーツバンドですけれども、通常のスポーツバンドと何が違うかというと、こういう風にですね、穴がたくさん開いてるんですね。通気性良さそうですよね。通常版だとこのピンを留めるための穴が真ん中に1列開いてるだけなんですが、ナイキモデルだとこう前面に穴が開いていて、まあこちらの方が通気性がいいかどうかは、僕は通常版のスポーツバンド使ったことないんでわからないんですが、まあなんとなく良さそうだなっていう感じはしますよね。はい、あとナイキのスポーツループ、これですけれども、これ通常版と何が違うかというと、光を反射する素材の糸が織り込まれていて、車のライトなんかに当たると夜ですね、光を反射するらしいですね。らしいって言ったのは、僕はちょっと実験したことはないのでわからないですけれども、そういう機能があるみたいです。はい、でこのナイキ特別のバンドですけれども、ケースはナイキのケースを使いたいんだけれども、今ね、今回新しく発表されて話題になっているソロループとかブレスレットソロループとセットで購入できないのかっていうところなんですが、それはできないんですね。ただ、すべてのバンドが使えますので、別途購入して使用することが可能です。で逆に言うと、通常版の Apple Watch、それから SE ですね。これを購入して、ナイキのバンド、スポーツバンドとスポーツループを購入して使うこと、これも可能です。ここまで聞いていると、なんだ、通常モデルとナイキモデル変わらないじゃないか。通常モデルで、ナイキのバンドを購入すればナイキモデルとして使えるじゃないかと思われるかもしれませんが、最後の項目は違うんですよ。これがですね、ナイキ専用文字盤です。で、Apple Watch の魅力の一つが文字盤をいろいろ変えることができる、カスタマイズできるっていうのが魅力なんですが、ナイキの文字盤はですね、僕がかつて一目惚れしたようにかっこいいんですよ。はい、でちょっとお見せしますが、一番上の列ですね、これがウォッチ OS 7と同時に新しく追加された文字盤なんですけれども、一番端っこに新しく追加されたナイキ用の文字盤が映っていると思います。でその下ですね、この辺り、この辺りすべてこれナイキ用の文字盤なんですよ。もちろんね、ナイキモデルで通常版の文字盤使うことができます。今回ね、新たに追加された、これ GMT ですね。それからクロノグラフ系のもありますし、以前ね、追加されている文字盤も使うことができます。でちなみに僕は今気に入って使ってるのはこれなんですけれども、新しく追加されたやつですね。ちょっとね、アウトドア系に偏った使い方をしています。例えばここにコード系を積んでいますし、それからここですね、ここが特徴的なんですよ。これ今僕は、風速の予報を載せています。これなぜかというと、僕ドローンを飛ばしに行くことがよくありますので、風速の予報非常に気になりますのでこれを積んでいますが、
えばね、ここにナイキランクラブ系の何か表示させることができます。ランニング好きな方だとこれがいいと思いますね、ペース表ですね。走っている時にどんどん記録を取って走っている、ね、ペースをグラフで表示してくれたりもします。で、あとこれは前のモデルで追加されたものですが、これですね、こういう文字盤もかっこいいなと思って使っています。はい、ということで、ナイキモデルですね、通常版のシリーズ6や SE と何が違うかというと、一番違うのは文字盤ですね。この文字盤に関しては通常版を購入してからナイキモデル用の文字盤を使うことはできないので、ここだけが注意点になります。で、今回ですね、シリーズ6それから SE が新しく発売されるようになったんですが、この2つのモデルでいうと、どうしてもね、カラーバリエーション、それから材質ですね、素材でこだわりたいっていう方はシリーズ6になるであろうし、まあ、ナイキモデルは除外されるかもしれないんですが、 SE を購入しようという方、これは素材はアルミ一択ですので、ゴールド以外のシルバー、それから黒、スペースグレーですね、これを購入しようという方は値段も同じですので、ナイキモデルを購入することをおすすめしたいと思います。もう一度言いますけれども、ナイキモデルを購入しておけばナイキモデルの専用の文字盤を使うことができますし、性能的にはですね、全く同じですので、お値段一緒で使える文字盤が増えますので、お得感があると思います。はい、ということで今回は Apple Watch のナイキモデルの魅力についてお話ししてきました。このね、デザイン、かっこいいナイキのデザインをぜひね、使っていただきたいと思います。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。